はい、同時に生活です。ということで、ここを多分スタートを押すと戦闘が始まるんじゃないかなということでね、止めたまま始めましたけど、それでは続きからどうぞ。隠れろっつって、ああ おお、待て待て待て、お前らシールドは卑怯だろ。痛い。あの女どこ行った？あ、戦ってる。こいつらにうまく光を当てないと。あっと、やばいやばいやばい、超切られてる超切られてる。なんとかしてひるませないとな。よいしょ、これでいけるか。おっと、いいね。グレネード強かった。グレネード痛い。あっと、いっぱいいる。危ない。あー、人間よりこいつらが厄介だな。死にさらせや。頭がない、頭がない。やばい、頭がない。すごいひどい状況になってる。メインウェポンをくれ。楽しいぜ。銃弾がないんす。助けてください、銃弾がないんです。うわー、すごい、何も見えない。はい、こっちかい。おっと、マヤの日没ということでね、実績を手に入れましたけど。気をつけて。私が解読したところによると、この場所はジバルバーに入るのにふさわしい人間かどうかを決めるために作られたみたい。予想がつくな、罠か。おそらく。別に俺ジバルバーに入りたいとは思ってないんだけどね。よし、とりあえず銃を変えて。ん？なんか今あったな。なんもないか。気のせいでした。ああ、刺さってる。お宝はこの先にあるみたいだけど。ああ、これにしよう。弾がなくなってたからな。わっ、一発かましてやろうか。あ、ミスった。まあいいや、でも。グレネードすごい強い。これ撃ったらどうなるの？もうこれで雑魚でしょ。とりあえず終わったかな。とりあえず終わりましたね。で、宝は？こっちにあるみたいなんだけど。ああ、遠回りせえよってやつか。さてさて、遠回りをしないといけないみたいですけど。あ、誰か死んでる。スカベンジャーが死んでる。兵士だった。なんだこれ。アルバレス、あの欲深い愚か者は犠牲を出してでも。なんか押しちゃったけど。で、俺らも奥へ奥へと進むってわけか。なんか押しちゃった。いいのかな。いいのかな。すごい昔のミイラが死んでる。
ミイラ死んでるか、もともとな。宝あの奥にもあんのか。これは？あの3つの記号が鍵になりそうだわ。でも城はどこだろう。多分ね、この奥にあると思いますよ。この奥にね。おっと、はいはい、いらっしゃい。はい、さよなら。ここから出てくるんでしょ、どうせ。分かってますよ。もう一度あることは二度あるから、このゲームはね。あー、やべ。やっちった。あー、汚いよ、この虫。汚いよ、やだやだ。寄ってこないで、寄らないで。よし、パスオブライフゲット。お前降りてきちゃダメだろう。お前、そのシールドマンはね。あ、シールド壊れた。よし、燃えろ。貴様らも燃えされ、全滅しろ。よし、オッケー。これじゃないの、ちょっとな。あーあーじゃねえよみたいな感じだけど、はいはいはい、うん、もう分かりましたよ。最初にこのヘビを押して、もう分かった、順番分かった。最初これを押すでしょ。で、次にこのブランクを押して、最後にこれを押すと開くんでしょ。はい、どいて。もう分かったから俺。はい、開いてください。あれ、お、開いた開いた。さあさあさあ、おーっと、いっぱい来てる。まずお前は焼け死ぬ。あー、崩れて死んだ、あの盾持ってるやつ。まあいいけどさ、うん、なんか首すごいことになってるよ。大丈夫ですか。首が背骨にくっついちゃってますけど、大丈夫ですかそれ。やばいね、恐ろしいことになってるよ。首が背骨にくっつくとか、脅威の柔らかさだな。よし、銃弾ゲット。なんかシャーシャー言ってんな。それは一体何？ん？それって何？まずそれとは何か教えてくれ。ここ？上かい？あ、上っぽいな。上？上じゃなさげだな。え？これどこ？これどこにあるやつ？あった。普通にあった。パソブライ、ああはいはいはい。ライトつけたまま進もうか。多分。ああ痛い。あー、危ない。ああ、死んだ。ちょっと、ナチュラルに死にすぎでしょ。あたかもそこに死がありましたみたいな感じで死ぬのやめてくれるかな。で、宝がここにあって、取ると、あいつが来るから、倒して、はっ！なあ！いやあ！もうやめてくれよ。ちょっと触っただけで死ぬのやめてくれよ。もうね、ここにあるのは知ってるんですよ。ほら、お前も一緒に落ちないかい？死んだ。行くぜよー！いっけー！いっけー！こんな声出すやつだっけ？あ！うわー、もう。おこだよ、おこ。ということで、はい。続きはまた次回。それじゃ、またな。